お知らせに。そう、え、これどう宣伝する？宣伝内容俺聞いてないんだけど。まあ単純にやってますよっていうことでね。光のお父さん、はい、これ今絶賛公開中なんでね。公開中です。見に来てって言ってました。うん、僕もなんいやで初週の、まあ、いろんな先週末こう公開だったんで、はいはい、まあ、いろんな映画が同時にその週振り切られてるじゃないですか。はい、その中で。なんと顧客満足度ナンバーワン。お、すごい。そう。あれ結構取れないんでびっくり。すごいですね。うん。で、すごいあの関数ちょっとやっぱ地方のは少ないんですけど、うん、まああの首都圏はぎっしりで、うん、すごい好評いただいてたんで、いやすごいありがたかったです。ただ僕総打ち上げがこの前、その舞台挨拶の直後にあって。あの吉田鋼太郎さんが本当に優しくしてくれて、ええ、同じ吉田で、いや本当に鋼太郎と直樹の中だからって、いや鋼太郎と直樹の中で今回ももともとファミレスのステージでその鋼太郎直樹でいいかって言われたやつをずっと覚えててくれてて、会うたびにお直樹って言ってくれるんですよ。で今回も総打ち上げの時に直樹聞いたら、光の戦士たちは2週目の週末誰も見に来てくれないっていうのを聞いたんだが俺はって、なるほど、どうなってるんだ直樹って言われて、すいません我々の最も最大のあのアップデートがそこで行われるので、確かに土日はちょっと非課税の稼働は厳しいですかね。確かにそうですね。言ったらそうか、じゃあ平日行こう、あの鋼太郎からぜひみんなに伝えてほしいとそう言って構わないから伝えてくれって、その時に本当に言ってましたね。強い握手とともに、はい、なんとか頼むぞと、あのロングランで行きたいと、そうそうそう、本当にいい映画になったから一人でも多くの人に見てほしいので、もうその明日行けるわけですよね。だってサーバー18時まで開かないじゃん。明日の、そうそうそう、明日の、そうそう、昼帯有給取ったので、結構有給取ってると思うんですよ。そうですよね、今でしょうよ、うん、そこですね、うん、そうですそうです、だからちょうど逆にちょうど良かったですね。そうですそうです、明日18時までその見て、そう、ね、会社にしちゃったよって人は早退すれば見れるわけだから、うん、何の問題ない、何の問題ない、役割が悪いっつって帰れば大丈夫だから、そう、明日それで盛り上げて漆黒に突入して、まあ、それがちょっとどうしても難しいって方は、まあ、金土日フルでやった、うん、ボロボロになった月曜日に会社を休んで、ああそうね、そう、光のお父さん、光のお父さんで癒されて、確かに息抜きも必要ですか、うん、そう、そしたら3週目が伸びるんでもうね、本当に打ち上げで、そう、こういうこの戦略ですかね、うん、みたいな、じゃあ俺そう言いますかって言ってたりとかね。